及川孝久氏、1936年12月16日隊は、1950年代後半から1960年代初めにかけて活躍した岩手県伊沢郡前沢町出身の大相撲力士である。現役時代は高砂部屋に所属した。身長176センチメートル、体重120キログラム、特異種は左四つより、最高位は、 東前頭10枚目。中学在学中に宇野部屋へ入門し、1952年1月場所にて15歳で初土俵。初土俵の場所では途中から新庄に昇格して相撲を取り、一勝二敗と負け越した。だが、次の場所では序の口を飛び越して序二段に付け出された。なお、初めて番付についた時より、本名でもある、及川を名乗った。その後、 1955年3月より高砂部屋に移籍。以来、同部屋の期待の星として順調に出世し、1956年9月場所で十両に昇進した。十両は2度の優勝もあってか1年で通過し、1957年9月場所にて20歳の若さで新入幕を果たした。出足鋭く押し立てる相撲で、左四つからの寄りを得意とし、 入幕後すぐに、前頭上位に進むかと期待された。しかし、幕内では一度も10勝以上の大勝ちがなく、右膝の怪我もあったため上位への進出はかなわなかった。1961年1月場所を最後に、幕内から遠ざかり、現役晩年は、幕下14枚目まで陥落して、1962年5月場所をもって廃業。その後は、 東京都台東区上野にて中華料理店を経営した。ありがとうございます。